いよいよ6つ目のバッジを手に入れに、カズと冒険の旅が始まる。なんだか水上ボートみたいなものを手に入れて、ついに水の上を浮遊できるようになった。その先に待ち受けるのがなんか古びた街。奥の方に行ってみると、あ、ここがジムなんだ。ちょっとヤンキー気質なジムトレーナーポケモンたちを倒し、6つ目のバッジをついに手に入れてしまった。さて今回はドラゴン系のなんだキバナってやつか。とりあえずレベル的なものガチ心配です。はい、というわけで、ドゥーモこんばんはです。本日、キバナだよな。うん、あのドラゴンタイプのやつに当たると思うんだけども、もうほぼ冒険は必要ないと思う。おそらくタウンマップを見ると、もう直接集合だよなこっちに。今のポケモンちょっとチェックしてみよう。このパーティーでやれるのかという問題だ。ドラゴンというからには多分飛行とかね、ドラゴンタイプになると思うんだけど、氷タイプとか、まあ、フェアリー系だよな。いや、そこら辺がすげえね、欠如してるような気がする。氷とか皆無だもんな。え、お前、ニューメン、お前、氷タイプだったの？あとは、ハクさん、こうか。あもう、これ、直接捕まえに行った方が早くね、これ。こいつ、いや、こいつ、絶対弱いっしょ。進化するとちょっとマシかな、雪わらし。麻痺ぐらいかかるといいんだけど、麻痺。はい、麻痺来い。よし、来た。ちょっと、あと2個、使い切り、モンスターボール。さあいける。逆にね、12、あたまに絶対これ早く、なんか運のいい時ってあるんだ。これ2個目で勝ちってなることあるんだろう。これよしよしよし、雪子をなんとかゲットできたぞ。ハクさんだな、申し訳ねえけど。ハクさん、あなたは交換要員だ。あと中途半端に鍛えたニューラがね、あれさよならしたんだったっけ、ニューラ。あ、いや、ニューメン、お前進化せん、もうちょいぐらい。ちょっとニューメンはね、進化させてから向かおうと思います。はっ、ニューメン、ねえねえ、ちょっと、レベル上げ中にやられるとかダメだよ、お前、たこ焼きや、たこ焼き。うわぁ、別れの時、飛び立とう。もう弱そうなのしかいないんだけど。勝ちコール。こいつもまだ進化前段階な気もするけどな。こいつにするか。よし、来た。絶対これ大型に進化すると思う、勝ちコール。ツラちゃんにしようか。ユキコは進化すると信じてるから、ほんでいいわ。やばい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 、進化する。どんな美人になる。全然違う。鬼氷、いや思ってたのと違うんだけど、ちょっと、本当に進化系。嘘だ、顔面ポケモンになっちゃった。あとツラちゃんかな。あとツラちゃんだけなんとか進化させよう。もうずっとこいつらと戦ってる。色違いとか出てくるのかな。なんか全種族でいいのかな、色違いって。これどうなんでしょう。お、来た。どう、正当進化する。俺なんか虫みたいな感じにねなると思うんだって、これ。あ、見たことある、お前か、クレベースか。んなら進化は一通りいったけど、まだもう少しだよな。ん、あ、こっちだぞ。あ、兄さんと姉さん、さすがダンデ君とパートナーのリザード。俺が無敵のチャンピオンだ。それより何が起きたんだ。あ、ポケモンがダイマックスしちゃった。なんだろうねこれ。っていうか、めちゃめちゃ、ん、久々、博士じゃない？マグノリア、そう、久々すぎて忘れて、本編でカットしてたかもしれない、うちの実況だったら。なんなら、おばあさんなんだ、エネルギーが大事だからと、一緒に任せっきりでしたね、データが足りないのですよ。まあでも、ここら辺の話ね、あんま興味ないから、じっくり聞きたい人は、ぜひ購入して、みんな見てみてね。さあ、というわけで、ジムチャレンジでございますね。
うん、キバナさんが強いということで、まあでもね、今しんどいってのは分かってる。多分氷系がバチバチに効くと思うから、もうちょっとだけ期待させて。うん、あ、というわけでもう底上げ頑張りました。見てください、最低レベルの50突破ということで、もう今でいけるんじゃないのかなと。うん、ゆきっこもつららちゃんもよう頑張ってくれた。さあ、というわけで、早速いってみましょう。いやー、強えだろうな、ドラゴンは強えだろうな。来ました、ユニフォーム姿はこれまで勝利してきた証だものな。気合が伝わってくるぞ。お、ん、下宝物庫で待っている。ん、決まった。あ、入り口にいるあなたがキバナだったの。事務所の説明させていただこう。あ、ルールはシンプル。俺が鍛えたジムトレーナー3人にダブルバトルで勝つだけ。ほら、ジムチャレンジってめちゃめちゃ厳しいだろ。あ、そう、え、めっちゃバトル多め。やっべやっべ、氷で頭固めてねえぞこれ。え、ちょっと待って、りょうたです。いや、まいったな。ちょっと待って、ちょっと待って、ペリッパーとルメイル。え、ドラゴンそれ。え、ちょっと待って、え、ドラゴン系それ本当に。まずリョータから買ってみようか。あ、でもヌメイルっていう、だから燃やしてみるか、4オフフレームで。あ、やべ、技のやつ省略してた、省略してた。一応成仏。いやー、とりあえず買ったんだけど、あの技のエフェクトをオンにしたい。さすが、ここまで勝ち残ったポケモントレーナーです。頼む、メニュー画面開かせて、メニュー画面頼む頼む。3連戦しんどい。うーわ、開かせてくれない。あ、開けた。見る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 、戦闘アニメ見るよ。あとエリちゃんがな、やっぱ弱点なんか苦手な人多かったよな。トゲ吉、お前行ってみるか。よし、これでいこう。これで第2戦目、ジムトレーナーレナが勝負を仕掛けてきた。でも最初、え、これもね、え、ドラゴン感が少ねえんだけど。一応ドラゴン、左ちょっとドラゴン感あるけど、球根もドラゴン系ゲこれ。まず1体ずつ処理していこうか。これ地震ね。よしよしよし。じゃあまずね、ん、なんだ、トラップしてるって。いくぞ、まずガブリンチョ。普通。ユキコ、ユキコ小さい時から育ててきたのに。嘘だろ。あ、地震2人に効くんかいこれ。ユキコ、待って、エリちゃん出す。うーわ、やべえな、地震だよな。え、これエリちゃんにも効くってことこれ。え、どうなの、え、全員効くのこれって。待って、トンエキチがエリちゃんのとどめを刺すってことないよね。ありそうで怖い。金縛りはいいんだけど、あ、自信は金縛りで出せない。よし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 。いや、とりあえずクリア。さあ、では行ってみましょう、この広い大舞台で。え、ここでも2対2もしかして。そういうこと、ジムリナのキバナが勝負を仕掛けてきた。え、ギガイアスとフライゴン。あ、やっとドラゴンっぽいの来た。やっと来たわ。多分ね、効くと思うんだけどな、冷やすやつ。ギガイアスの砂起こし。なんだこれ、視界が悪くなるのかな。ほんなら、まず吹雪でダブルダメージ。はいはいはい、どうぞ。もう、あ、ほほど効いた今。ああ、こうやって1体ずつ来る感じ。うわ、なんか来た、なんか来た。なんか、さてさてさて、ごどうしたものか。一旦やっぱ吹雪はね、2人に対して効くから、吹雪はやっておいて。あ、1人に当たったぞ。よし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 。やっぱこの砂吹雪がね、多分当たりにくくしてるような気するわこれ。ジェラルドン、全然痩せませてもらえないんだけど。待って、ツラちゃんのこの技効くんかどうかがもう怪しくなってきた。一旦トゲキッちゃんをね、回復させてね。うん、今回もこれ大きくなっちゃったんが使えない戦いかなこれ。俺のパートナースタジアムごとやつを吹き飛ばす。ん、あ、待って、あるダイマックスありますよこれ。お客さん、
あ、やっぱり、やっぱり、大きくなっちゃった。あいつ大きくなっちゃったよ。あちゃぱー、ただのビル。ただのビル、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 ビル。なになに？ダメ、ダメだって、それは。飛び切っちゃ、あ、意外と耐えれる。意外と耐えれる。ちょっと、ツラちゃんのダイマックスしてみる？あ、でも、吹雪使えないんだよな。いくぞ。大きく、あ、待て、待て。やばい、やばい。うちの方が遅れた。トゲキッちゃん今大きくなろうとしてたんだって。待てって、もうこれエリちゃん行くしかないぞ。これエリちゃんのご利用し行くしかないぞ。これドラゴンに何が効くんだ、あんなドラゴンに。はエリちゃんに止まった獲物が食い込んだ。バカ言ってんじゃないの、バカ言ってんじゃ。ほんでエリちゃんを待て、一旦ダイマックス化させて、もうダイバーンのご利用し、多分効果今一つな気がするんだけど、ご利用しするしかないよね。まずギガイアスからだよな、これ。こうして、よっこいしょ。はい、おっきくなっちゃった。さらに、うわー、体力増やし、うわ、でも削られた分は削られてんだ、これ。やべって。お前の弱点を教えてくれ。うわ、効かね？日差しが強くなった。日本晴れか、対策してきたとはな。いや全然対策できてねえって。待て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 、誰殴るの、つらちゃん。おお耐えた。ダメだって、つらちゃんをやめて、つらちゃんだけはやめて。本当によしよしよし、ちっちゃくなっちゃったでいいんだ。うん、ちっちゃくなったけど、ダイジェットとかやってみる。いくよ、次飛行とか当ててみよう。もう全然よくわからんわあいつの属性。え、ダイジェットどう。微妙だね。うん、ちょっと待って、ちょっと待って、エリちゃん行く、エリちゃんが行く。はエリちゃん、エリちゃん、どうしよう、もうなめ、尖った石とかじゃないだろうって、もうまずいって、本当に。これどうなの、普通、普通のダメージ、チュ効くんかい、そっちは効くんかい。くわー、激しい戦いを終え、今晴れ渡った空のように速やかな気持ちなんだよな。なんて言えるか。だよな。いや、俺も言えねえわ、もう。なんも澄み渡ってねえ。ありがとう。お、最後のピースが埋まった。ダンデに挑むためトーナメントに勝ち上がるんだ。いや、語る前、そう、俺たちのリベンジのために。もう、そうじゃないんだよな。いや、マジ属性わからんかった。なんだこれ、ワイルドブレイカー。ありがとう。わざわざありがとう。では今からお別れです。最後まで頑張ってくれたゆきこさん、さよなら。あらゆるところで盾になってくれたとんきちさん、さよなら。そしてえりちゃん、今までありがとう、さよなら。はい、というわけで、今回終わろうと思いますけども、次のようやく最終リング、その前に多くの犠牲が出てしまったみたいです。これはもう新たなる人を見つけないと、この3人では勝ち上がることなんて無理そうです。もしかすると次は強化編になるかもしれません。みんなに変わるようなたくましい人見つけてみようと思います。それでは本日はこんなところで、またお会いしましょう。バイバイキン。